どうも、突然ですが一緒に音楽を始めませんか。イライラしたことがどうでもよくなってすごいスカッとするんだ。しかもギターをかけ鳴らす姿がかっこいい。あんなの俺もやりたくなる。でも音楽なんて学校でリコーダーを吹いたり合唱コンクールで歌ったレベル。無理かもしれないけど、誰も知らない自分も知らない新しい可能性が広がってる。そう思うとなんかゾクゾクしてこないですか。でもどうやって始めたらいいのかわからない。とりあえずギターを買えばいいのか、音楽雑誌を買いあさってみたり、友達を友達に紹介してもらったりなんて、いろんなこと考えてよくわからなくなってグワーってなったら EMS 検索してみよう。初心者大歓迎の音楽教室 EMS。 毎日通う学校じゃないから学校や仕事代わりに通われちゃう。もちろん楽器も無料レンタル。講師は今も音楽シーンで活躍中のミュージシャンがサポートしてくれます。わからないことがあったらすぐ質問しよう。誰でも気軽に来れる EMS は東京校と大阪校があります。そしてなんと新しくできた札幌、仙台、名古屋にもあります。いつでも誰でもスタートできる新しいスタイルの音楽教室、楽しい音楽教室へ飛び込もう。